どうもこんにちは、サンタです。今日はドライブスルーの様子を映したいと思います。って言ってもね、もうすぐそこなんですけど。じゃじゃーん。ドライブスルー。これは何ですか？モスバーガーです。モスバーガー。はい。あの、男の子のことなんて言いますか？モス？はい。モスバーガー。わー、めっちゃ並んでる。すごいな。これはここでいいのか？まあでも流れ的にこうか。そうやな。はい、こんな感じでね、うん、ドライブスルーするときは、結構この時間は並んでますね。そうやね。でもね、最近も本当このコロナのご時世で、まあ出かけるときは本当にでも、あれやんな、ドライブスルー使うこと多いね。ね。車の中から撮れるし。そっか、ってことはマスクしとかなあかんやん。そうやね、一応。はい。まあまだいっか、近づいてきたらいいかな。そうやね、次多分。いやでも最初ね、ドライブするときは、ドライブスルーするときは一人でこう入るときね、一番やっぱ緊張しましたね。あ、本当。横に誰かがいるとやっぱ手伝ってくれたりとか、あのそういうことはね、やっぱ考えたりするけど、うん、やっぱ一人やったらどうしようかなとか、お金取り出せなかったりとかね、いろいろとやっぱ考えると不安はつきものでした。まあでもこれ慣れるからね。うん。全然、今まあ撮影やから、あれかもしれんけど、まあまあまあ別に、慣れたらそんなことねえかなって。ね、お、進んだ。よし、行こうか。今日はいい天気よ、本当に。めっちゃいい天気。久しぶりのね。はーい。そう。よいしょ。こんな感じで、よっこらしょっと。同じ職場のね、先輩パパさんがね、今日はなんか、なんていうの、地区かなんか、学校の行事で、草刈りやねんって。で、なんか今日だけめっちゃカンカン照りやから、昨日嘆いてました。ね、あの、暑いからな。何すか、その情報。ちょっと、小ネタを。なるほど。僕の手元映してもらうとわかるんですけど、まあね、これが、旋回装置ですね。そうですね。ここのボタンを押して、ピュッて引くと、こうやって。抜けます。本当や。で、ガチャンとはめて、抜きます。結構簡単に抜けるのね。そうね、ボタン押さないと抜けないね。まあ、抜けたら怖いよね。抜けたらな、危ないもんな。そう、ルパン三世になっちゃうから。キャーってね。ね、うん。その横のティッシュの山が何ですか？これ、ほっといてください。枠で隠れた。はい。で、まあ、今やったら、このブレーキロックっていうのがかかってて、うんうん、押して、まあ、これブレーキはもうかけてる状態ですね。ここのボタンを押しながら奥までグッと押すと、ブレーキロックっていうのが外れます。外れます。かかります。うんうん、で逆にその取るときは、今ちょっと前行けないからあれなんですけど、これをグッと押してやるとカチャって外れるんで、うんうん、押して戻すって感じですね。ね、まあ、ちょっと動いたらやってみたらわかるんですけど、まあ、この操作ね、慣れるまで結構大変で、うん。まあ、慣れたら別に、普通っていうかね、なぁも思わないですね。うんうん。健常者の方もこれ運転できるから、まあこういうのを使ってね、運転してみるっていうのも、ちょっとね、一つの体験として。実際どうやったん？これ運転したことあるでしょう？あるよ。どうやったん？そうね。いやでもね、思ったよりね、あ、簡単っていうかすぐ慣れるなっていうイメージかな、意外と。うん、まあ加速の感じになれるのと、かな。でもなんかね、足も出したくなっちゃう。おー、なるほどね。感じはあるかな。よりあれかな、こっちの、このブレーキとかはいいとして、こっちのハンドル操作かな。これはちょっとあれかも、うんうんうん、邪魔になるかもしれんね。これが、なんていうか。はいはい。そう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 。スピードとか出しにくいっていうか、まあ。まあまあ感覚が違うもんね。そうそうそう。個人的には。うん、まあでも一回こう手形をくっつけてこう運転すると、うん、どんな感じかっていうのもわかるけど、これなかなかね、体験できないことやからね。確かに。これノブの人も今いるもんね。いるね。くる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 って。ね、共用損とか、手が使える方は。うん。これが。ね。そうですね。で、ドライブ、今これ入ってる状態ですね。うんうんうん、D。上げたら N、R って。R。まあこれもブレーキを踏んでいる状態で、うん、ギアを変えないと動かないですね。そうやね。
そうですね。このグローブもね。ほんまや、これね、僕専用の、手型ですね。キャプテンフックみたいなやつ。うん。ダースベーターみたい。シュコー、シュコー。これ痛くはないですか？硬そうやけど。ね、あんまりその負荷がかかりすぎると痛くなることがあるから、うん、本当に褥瘡とかなりやすいんで、ね、結構気をつけてはいますね。僕ね、こっちの手は感覚があるので、この外側とかも当たってても痛いなとかわかるんですけど、反対側になるとこの痛みがわからないんで、結構気をつけないといけないですね。ね、でガラスの靴状態でしょ、要は伸縮性がないから。まあね。ね、でも柔らかいと今度ね、あれなんやろうし、こんな感じで外せますね。こんな感じになってます。はい、中も見せて、こう、うん、ね、そう、僕の手形になってるんで。これどうやって取ったの、ま、手形。手形はね、なんか粘土みたいなやつでくっつけて、そう、固めて、でそれで型を自分のやつを取って、だから微妙にね、このうまいことを自分用になってるんですよね、このくぼみとか。そう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 、やっぱ手がこうへこんじゃってたりするから、ね、うんうんうん、そこに合わせてやってますね。まあまあ、これはあれですね、この締めなくても動かせます、うん、あ、ちょっと動いちゃった。だからこのベルトが締まってなくても、右手のところでなくても車の運転はできるんで、まあ、このベルトが外れてしまってああ大変っていうことにはならないように保険としてまあ引っ掛けができてるんですね、こっち側。確かに。まあその代わり褥瘡には気をつけましょうという。そうですね。すぐ取れるけど外れたら怖いもんね。そうそう、危ないからね。一応保険としてこのベルトを、よいしょ、ここをしっかり締めて外れないようにしてます。なるほど、うまいことできてるね。ね、これ色とか選べるの？色はこれしか選べないと思う。あ、そうなの？わからへん。なんか虎柄とかあったら面白いかもしれない。でもできるんじゃない？多分。まあ、まあそこを求めるんならそれでもいいんじゃない？かわいいやつ作ってください。はい。じゃあちょっとさっき言ってたブレーキを外しますね。これをちょっと押すとグッて外れるんで、そうするとね、進みますよ。引きでアクセル、押しでブレーキ。そうね。離すとちょっと車が動きます。クリープ。うん。で、ブレーキロックをかけるときは本当にこの下にあるボタンを押しながら押すに、奥に押すとカチッとブレーキロックがかかります。本当だ。B ロックって書いてある。そうね。B、俺はね、C ロックなんやけどね。ここ、あれだね。ピーって鳴るやつも横についてる。なんていうの、警笛の。警笛、ああ、これ ね、クラクションもここについてます。これ押すとね、ピーって鳴るんで、前の人に早く注文しせよってなってしまうんで、押さずにね、見てください。まあ、そんな感じかな。そうね、ギアを変えるときは、ブレーキをしっかり、入れてやって、ギアチェンジ。これ R 入れるとね、後ろの方がびっくりすると思うから、ね、まあ、ニュートラルとかね、これがやったらいいんですけど、うん、はい、ちょっとね、うん、大事です。で、今アウトサイド30度やで。え、これね、40度が出るからね。マジで？すごいね。軽装補正がかかってるから。なるほど。よし、発進なんでちょっと見てください。いきますね。もうちょっとだ。はい、これね、外してぐーり、はい、近づいてきた。おお。よっしゃ、順番来ました。ここね、ここをどんだけ寄せれるかがね、腕の見せ所っていうか、隅っこ暮らしあるで。手や、うわ、めっちゃいっぱいある。ちょっと待ってな、見えない。はいはい、お待ちください。はい。でもね、メニュー見える？ちょっと前から。うん。これ。おお、美味しそう。何しようかな。ライスバーガーいいな。いいじゃん、ライスバーガー。
エビカツバーガー、いやどれも捨てがたいな。海鮮かき揚げとかあるよ。モスバーガー、何でもうまそうやな。チキンも美味しそう。あれこんなにさ、お値段安かったっけ。安いのか、まあそれなりの。お待たせしました。ご注文お決まりました。マイクにかっぱお願いします。はい、とびきりトマト&レタス、とびきりトマト&レタスと一つのセットで、はい、飲み物セット内容お願いします。セット内容、ポテトとドリンクのやつ。ポテトサイズあるよ。サイズ XL どうなさいますか。 S でお願いします。ポテトの XL が一つ。はい、ドリンクどうなさいますか。ドリンクはメロンソーダで。メロンソーダで、はい。どうしようかな、チキンバーガーにしようかな。チキンバーガー単品、俺のポテトもあるから。うん、じゃあチキンバーガー単品で。チキンバーガーの単品を1つ。はい、で、大丈夫ですか。あとコーンスープ。あとコーンスープ。コーンスープを1つ。はい。以上です。OK。はい、でお願いします。以上でよろしいですか。はい。ご注文の確認をさせていただきます。トビキリトマトのレタスが1つ、ポテトの S が1つ、メロンソーダの M が1つ、チキンバーガーが1つ、コーンスープが1つ、以上でよろしいですか。はい、大丈夫です。会計1440円です。はい、車を返してください。はい。福井弁が心地よかったですね。そうですね。おっとっとっと、このね、右側にね、縁石があるんでね、乗り上げないのがね、注意。そうですね、うまくこの内輪差を利用して。ここか、見えないけど。よし、もう次ぐらいね。うん、本当だね。で、この時に大事なのが、うんうん、はい、まあ、今財布出してるんですけど、まあお金払える状態の形に僕はしてます。セットしとくってこと？そう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 。出しとくのね。うん。まあね。ちょっと見せるのは難しいんですけど。カード。カードがね、スマートにいけるように、出しておきます。まあそっか、最近カード使うのね、現金じゃなくて。そうですね、もう現金だと落としたりとか、で小銭取り出したりするのも大変やから。そうね。うん。まあある種、こう、ね、スマートになっていくっていうのは、うん、ありがたい世の中やなって僕は思ってますね。確かにね、最近スマートペイ、ね、携帯とかでも、うん、まあね、携帯とかもいろいろあるし、ね、LINE ペイとかね、なんかいろいろあるけど、あんまりやりすぎると、もうどれがどれかもわからんからね。まあね。うん、カードで1本か。ペイとかね。まあ、しっかりね、何使ったかわかるような形に、そうね、しておくといいかなと思います。いつもこんな感じで僕は用意してますね。一人の時は本当にこの待ち時間をちょっと次何かできるようにとか、うん、してますね。ね。楽天カードマン。よし、来ました。よいしょ、窓開けて。頑張れ。寄せて。気をつけてね。こんにちは。はい。カードでもいいですか？はい。よいしょ。はい、お願いします。クレジットよろしいですか？はい。じゃあカードの中してよろしいですか？はい。あ、ちょっともらっていいですか？はい、取ってもらっていいですか？ありがとうございます。はい、すみません。じゃあ先ドリンクになります。あ、これドリンク入ってるんですか？はい。ありがとうございます。はい。ございます。はい。じゃあ中のバーガー。はいはい、どうも。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。はーい、とまあこんな感じで、はい、終わりですね。モスバーガーゲット。おしゃれな袋に入ってる。シャレオツ。はい、じゃあちょっとここら辺で終わろうかな。はい、はい、てかこんな、まあこんな感じで、いつもドライブスルーしてます。まあ、何かの参考になったら幸いやなと思ってるんで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。いただきます。
見てください、このトマトとハンバーガーのボリューム感。美味しそう。いきます、いただきます。はい、おー、一気にいった。めっちゃツバ伸びてたで、ごめん。ちょっと待った。うまっ。どれぐらいうまい？浅田真央のトリプルアクセルぐらいうまい。